農職版、イタリ生産者は、ロシアに伝わるキリスト教、正教会の遺体イイコンである、アンドレイ・ルブリョフによって15世紀に描かれたとされる。この作品はルブリョフによるイコンの中でも、最も有名であり、ロシア芸術の到達点の一つともみなされている。イタリ生産者は、マムレの奈良の木の下のアウラームを訪れた三天使を描いているが、これはイタリ生産者を象徴するイコンであると、 解釈される。イタリ生産者そのものは描けないが、イタリ生産者を象徴する三天使を描いた遺恨で、あるとされる。エホバ、マムレの土地場や死にてアブラハムに権限れた、マヘリ彼は、日の寝付き、時刻天幕の入り口に座しイタリが目を上げてみたるに身を三人の、人その前に立てり彼見て、天幕の入り口より、数理行手、これを迎えへ見落ちに、まりめて、 ことけるは、我が主よあれ汝の目のまへに恩を得たるならばこう僕を、通り過ごすなかれ、こう、小元の水を取りきたらしめ汝らの足を、託して休憩たまえ我が一口のパンを取りきたらん。汝ら心を慰めて叱る後過ぎゆくべし汝ら、僕のところに来ればなり彼ら言う汝がことるごとく。なせぜにおいて、アブラハム天幕に急ぎ入れて、サラの元に行ったりて、ことけるは即に細き、 面山聖夜を取りつく寝てパンを作るべしと試行して、アブラハム牛の群に、数雪徳の山にして、前期派を取り来たりて、小物に不思ければ急ぎて、これを調理深くて、アブラハム牛楽と牛乳及びその調理へたる徳を取りて、彼らの前に備え樹の下にて、その側にぎりつり彼ら砂は地区へり彼らアブラハムに、言いけるは、何の妻さらはどこにあるや彼う天幕にありその、 一人ごと不明年の今頃はれかならず何時に帰るべし、何時の妻さらに男子や乱さらその後なる天幕の入り口にありて聞いたり、旧約聖書創世紀第18章1から10節、ついたり生産者について知られていることはわずかなものであり、学者たちにとっても推測の息を出ない。作者がルブリョフであるということすらも時には疑問符がつけられる。作成年代についても、 1408年から1425年の間、1422年から1423年の間、1420年から1427年の間といった推測が異なる根拠から導き出されている。公式見解では1411年が1425年から1427年の間とされている。1575年には、 イヴァン・ライテイが金で装飾するよう命じ、1600年にはボリス・ゴドゥノフによって装飾が新しくされた。現在、イコンのオリジナルはトレチャコフ美術館に収められている。かつてはモスクワの近くのイタリ製産社製セ,セルギー、大修道院にラドネジの製セ,セルギーに敬意を込めて収められていた。二つの複製品が作られ、二つともイタリ製産者製。 セルギー修道院の大聖堂のイコノスタスにはめ込まれている。ありがとうございます。